皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今月はちょっと大きめのひょうたんを入れて、そのひょうたんを生かすアレンジを作っていきます。これはね、どういうものに応用されるかというと、例えばまあ似たようなものでかぼちゃ、大きいかぼちゃとかね、そういうもの、または例えばワインとか、まあ、お花というか見物以外のものでも応用されますね。要するにそのもののフォルムを生かしつつお花をアレンジしていくということですね。では早速アレンジに行ってみましょう。どうぞ。はい、ではこれからアレンジメントを始めていきます。まずはね、このひょうたんを器にセットします。その時にこのようにね、ここにひょうたんを片側にちょっとずらしておいて、その反対側にフローラルフォームをね、適用に入れて、このようなね、形を作ります。はい、その次にこちらのピットスポルムの実をこのまま入れると三枚になってしまいますので、このように葉っぱを取って、ここをね、ワイヤーでまとめてこのような状態を作ります。そして作られたのがこちらですね。こういうような状態のしたものを刺していきます。はい、こちらでピットスポルムの実が入れ終わりました。はい、では次にこちらのグリーンセダムをね、入れていきます。はい、こちらでグリーンセダムが入れ終わりました。はい、では次にこちらの銅弾ツツジをアレンジに入れていきます。はい、こちらで銅弾ツツジが入れ終わりました。はい、では次にこちらのオクラをね、このアレンジメントに入れていきます。はい、こちらで今月のアレンジメントは完成です。このひょうたんのね、フォルムをこう下の方までね、きっちりとこう見せることがこのアレンジの成功の秘訣です。ではそのあたりをよく覚えておいてくださいね。はい、12月号のアレンジメントはいかがだったでしょうか。いきなりね、こうちょっと洋服の色とかも違うんですけど、実はこのね、12月号動画チェックしていたら、最後の締めの挨拶の部分を、すっかりこう取り忘れてたんで、別日に今の締めの部分だけ取り直してます。なので今回のこのひょうたんのアレンジメントも実は手元にもないんですけれど、このアレンジメントの成功の秘訣っていうのは、実はこの作品、動画の冒頭にもね、お話ししてるんですが、こう今回はひょうたんを使ってますけど、その、まあ、ひょうたんとかワインとか、まあ、大きい見物、それからなんだろうな、ワインだけじゃなくて、例えばプレゼントするものとか、全てにこれを応用できるんですが、そのものをね、お花の中に埋め込みすぎないということですね。フォルムが綺麗なものでしたら、しっかりとその綺麗なフォルムを出して、それでなおかつこうお花を飾っていく、それが成功の秘訣だと思います。
ではですね、とりあえず紙面ではこの12月号ということで今年はこれで終わりなんですけれども、またね来年からですね、新年特大号がですね、皆様にいろいろとこうテクニックとか新しいアレンジメントをお伝えできるかと思っております。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time!